ノックはアイルランドの名誉圏にある小さな町で1879年8月21日に聖ヨセフ及び聖ヨハネ、そして聖母マリアが人々の前に現れたという伝承で知られる。この地名がクノックというのは誤りであり、正しくはノックである。ノック市役所、聖堂に確認済みである。20世紀にはルルドやファティマと並んで、 ヨーロッパにおける聖母、マリアゆかりの地として多くの巡礼者を集めることになった。現在でも毎年150万人もの巡礼者がこの地を訪れる。聖母マリアへの強い信心を持っていたローマ教皇、ヨハネ・パウロ2世も1979年に公式訪問している。クロックは丘を意味し、今は特にクロックウィラ・ノック・ブイラ、聖母。 マリアの丘として一般に知られた。2000年代に入り、ノックを示す道路名は一般的に使われているクロックウィラでなく、アイルランド語訳をアンクロックが用いられるようになった。アイルランドの地名委員会はアンクロックの方が歴史的にも正しいと主張している。ノックはアイルランド語が話されていたゲールテハトの外に位置するが、アイルランド語がより広範な地域で用いられた。 時代、町は、アン・クロックと呼ばれていたようである。1920年代から1930年代になって、クロック・ウィラという名前が、巡礼地として有名になった。呼び方の問題は、アイルランド議会でも議論されるほどになり、結果的に俗称のクロック・ウィラの使用は認められたが、地名のアイルランド語訳にクロック・ウィラを使用することには、政権が設けられた。ありがとうございます。